今日は僕のスポンサーでもあるサンセルモさんが応援している四輪ドライバーの子がいて、彼普段はオートポリス九州のサーキットで戦っているドライバーなんだけど、開幕戦は今年から鈴鹿に出るっていうのを聞いて近くまで来たんで応援に駆けつけたいと思います。中まで入ってるんですか？鈴鹿サーキット中は今日初めて。はい、初めてです。それはそれは楽しみ。楽しみですね。今日はオートバイじゃなくて車のレースで、俺もあんまり行ったことなくて楽しみ。オートバイの世界で言えば鈴鹿サンデーロードレースっていうのがアマチュアのレースがあって、それの車バージョン、クラブマンっていうレースがあるかな。でそれに出場している若い子で、自分のスポンサーのサンセルモさんが応援してるっていう、なかなかこう鈴鹿に来ることもないと思うんで、これは行かないとっていうことで激励に行こうと。ちょっとおいでにかな。やっぱり自分らは三重県で生まれ育って鈴鹿がすごい近いっていうのは、その県外の人から見たらすごい羨ましいみたいでね。実家から20分30分っていう環境なんで、九州から来るだけでもいくらかかるのって話なんで。Thank you.
テゴリーの車とかも並んでて、見るだけでも楽しいね。ということで、今日は鈴鹿サーキットで同じサンセルモで、活躍している東くんの応援に駆けつけました。こういった形でね、鈴鹿サーキットでは4輪も2輪も1年通して様々なイベントがあったり、まあ、この鈴鹿サーキット近辺にもいろんなこうモータースポーツを象徴するような企業やお店もたくさんあるんで、まあ、そういうのも紹介していったりしていきたいと思います。ではこのチャンネルでは青島メグの取り組みや現状について、これからの活動などモータースポーツの情報も含めファンの皆様と共有できるようにいち早く配信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、低評価どちらでも構いませんので、まずは登録者数1万人を目指して頑張っていきます。どうか一人でも多くの人たちと仲間になってチャレンジしていきたい。ぜひ応援よろしくお願いします。